皆様、こんにちは。ホノルルのコールドウェルバンカーの早川明乃です。本日は8月のオアフ島の数値についてパワーポイントを作ったのでそちらを見ながら簡単にご説明したいと思います。8月のオアフ島、どんな数値だったか。まず、中間価格帯がこちらの真ん中にあります。英語では Median ン a l e s ス r i イスという言い方をしておりますが、戸建ての場合は79万6千ドル、コンドミニアムの方は43万ドルが中間価格帯となっております。作態費、こちらを見ていただくと1.4%戸建ては上がっておりまして、コンドミニアムの方も1.2%上がっております。これはマーケットが安定していることを示しております。で、8月の時点での YearToDate。To date 1>, なので1月から8月までの数字で見ると戸建ての売れた件数は2480、作態比マイナス2.2%、コンドミニアムの方がやはり、あのー、減,減少してしまっておりまして2931件、作態比マイナス20.9%、総額で見ると戸建てはほとんどフラットです、作態からマイナス0.4%。 それに対してコンドミニアムやターンホームはマイナス22.1%完全に戸建ての方はセラーズマーケットなのであの一軒の物件につき複数のオファーが入ることが多いんですがコンドミニアムやターンホームはどちらかというとバイヤー有利のマーケットになっております特にワイキキには多数物件が出ているのでもしワイキキで物件を考えご購入をお考えの場合はとてもいい機会だと思います では中間価格帯の戸建てでは何が買えるか79万6千ドルを見てみましょうこちらの物件ワイパフーフという場所にあるんですが10日間売り出しで10日でエスクローではなくエスクローに入ってしまいましてもともとの売り出し価格が77万5千ドル最終の取引価格が79万6千ドルになっております こちらは戸建てであのベッドルームの数が3つバスルーム2つ駐車場6台分付きの,あの非常に広い敷地にある戸建てですでは今度コンドミニアムやタウンホーム43万ドルでは何が8月は買えたのか売れたのかっていうのを見てみたいと思います実は5件売れましたこの価格で43万ドルで売れたのがこちらの5件になります 1一つ目がワイキキ。こちらはイあのアイランドコロニーですね。アイランドコロニーのワンベッドルーム。駐車場はもちろんついておりませんし、えっと、共有の洗濯機になりますで。こちら以外に売れたのがマ、まあ、キーキー。比較的にあのアラモアナからも近い場所なんですが、そちらの2ベッドルーム、1.5バスルームのコンドミニアム。 で少し離れてこちらの物件なんですが、えー、と3ベッドルーム2バスパールシティにあるものでこ,こちらがワイキレにある2ベッドルーム2バスのターンホームでマカキロというコーディナーやエバの方山の方にある物件なんですがこちら3ベッドルームと1.5バスルームがついている物件が43万ドルで売却されております こちらがアイランドコロニーなんですが、こちら、売りに出されて、もう10日ですぐあの制約になって、エスクローに入って売れてます。次に、こちらなんですが、巻き機の物件、46万2500ドルっていう最初の価格だったのに、最終的に売れたのが43万ドル。こちらツ2ベッドの先ほど言った1 and a half bath、一つのパーキング。で あの室内面積が773スクワフィートなのでだいたい70平米ぐらいですね。バルコーニー付きの物件です。少し離れてパールシティの方に行きますと、やはり43万ドル、もともとの売り出し価格は46万ドルで、3ベッドルーム、2バス、1つのパーキングが付いていて、こちらかなり広めですよね。日本でも100平米以上の物件になりますが、このような物件が。 だから3万ドルのこの交渉の余地があった物件先ほどの戸建ては2万1000ドル売り出し値よりも高く売れてるのに対してコンドミニアムはこのように下がってしまっている物件もありますこちらがワイケレワイケレのアウトレットの近くになりますがもともとの売り出し価格は45万ドル価格を下げて43万9千ドルで売り出されておりましたが最終的に取引された価格は43万ドル こちら122日間も物件として売り出し物件として出ておりましたちなみにこれは2ベッドルーム2バスの1パーキングだいたい80平米の物件ですね木造になりますでもう一つがこちらのマカキロ最後になりますがこちらが44万5000ドルで売り出されていたのが38日で43万ドルで売却こちらは3ベッドルーム1 5 n d a スーパーキングで1230スクエーフィートやはりこちらも110平米ぐらいの物件になっております以上簡単に8月どのような物件が中間価格帯で売れたかをご説明いたしましたもし他に何かご質問があればぜひあのご連絡をお待ちしております